広がる宇宙の中、キャイフリー。どうも、大成 TV の上竹です。さっきのだが、万が一上手すぎて著作権って言われた場合は、もう一度その部分をカットして上げ直します。そんな感じで始まりました今日の動画ですが、最近マイブームのこの仮面ライダーシリーズですね。デルタ、ファイズとくればね、やっぱり欲しいのはカイザーですよね。本当でしたらね、もう特にこんな手に入らないんですけどね、今はアマゾンっていう便利なものがあるんでね、本当ありがたいですね。仮面ライダーカイザー、ファイズもデルタも超かっこいいんですけどね、カイザーはカイザーでね、なんかいい味出してますよね。別売りの V 拡張パーツセットを組み合わせて劇中のシーンを再現って書いてますけどね、ちゃんとこれも買ってます。はい、それでは早速開けていきましょう。あれ、美味しいガムは？ありました、美味しいガム付きです。長い間小人図鑑から離れてたんでね、この美味しいガムのことは忘れてたんですけどね、最近また食べ続けてるんでね、癖になっちゃいますね。でも今日は食べないで、また明日食べることにしましょう。あ、中なんか書いてますね。途中取れていませんでしてね、もうこれ開封になっちゃってます。で、箱の中身はね、ほとんど拡張パーツのお話です。では組み立てていってみましょう。手はどれにしたらいいですかね。これやりたかったですけど、これ拡張パーツですからね、どうすかな。これグーとパーですけど、まあグーにしときましょうね。グーグーでいきましょう。手4パターンもついてるね、これね。箱ちっちゃい割には豪華ですね。では今日はまずは手から組み立てていきます。なんかね、体の割にね、若干手が小さいような気がしますけど、気のせいでしょうか。ベルトの電話で最後顔をつけましょう。これね、硬すぎて首が折れる場合があるそうなんで、慎重につけていきましょう。鈍い音でつきました。カイザーかっこいいな。カイザー完成しました。カイザーさんをアップでご覧ください。これね、ポーズが決まればね、もっとかっこいいと思うんですけどね、なかなかの出来ですね。せっかくですからね、3体並んでもらいましょう。やっぱりファイズさんが真ん中ですね、主人公ですからね。で、カイザー、ちょっと位置がおかしいですけど、はい、こんな感じですね。はい、3人並びました。かっこいいね。まあこれいつも言ってることですけどね、後ろがね、真っ黒とはいえね、表面がね、こんなに綺麗に塗装されてるモデルがね、お安く手に入るなんていい時代ですよね。いや、マジで。ちょっと残念なね、もうちょっとね、お金高くなってもいいからね、こういうのもね、塗っといてほしかったですね。ほら、素人で塗装しようと思ったらね、ちょっと難しいですよね。仮面ライダーカイザー。はい、そんな感じで今回は衝動王仮面ライダーカイザーでした。大成 TV。この動画が面白かったという方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。